おはようございます。おはようございます。赤いナースコール第2話考察動画でございます。怖え。怖いね。まさかの西垣福山雅治ファン。そこは別に恐怖心じゃないよ。そこは別にどこの時代だろうね。イッツオンリーラブなのか桜坂なのか。いや、だいぶ初期なのかね、あとなのか、油が乗ってきた頃なのかっていうね。僕の父さんみたいなみたいなやつあるもんね。あとちょっと待って、今何なの今の。なんかあるよね、そういう歌あるけど。僕の父さんがみたいなやつ。魔王のお父さんバージョンみたいな。だから今モノマネじゃなくて魔王になってたから今。お父さんお父さんみたいなやつあるじゃん。そんなはないけど。家族のやつね。家族の、あ、一つ屋根の下みたいなやつね。違う、それも初期なのよ、ね、ややこしいな。実に面白いって言って。それガリレオの時のね。いやー、いっぱいあるな。やっぱいろんなとこからボケ拾えるな、福山さんは。そのために活動してるわけじゃないから、ね。まあまあまあ、2話が終わりまして、うん、まあ滝中さんがね、下半身がまず厨房にあるっていうさ。そうですよ、あれびっくりしました。本当に寸胴でさ、コトコトと煮込まれちゃって。美味しそうな表現するんじゃないよ。厨房ですよって言ってね。星3つ。マチャキ出てこないんだから。だから上半身と下半身で分かれてて、上半身だけ1話で出てきたじゃないですか。下半身が出てこなかったから何かに使われてるのかなと思ったら、そうでもなかったっていうところ、うん、ちょっと不思議なポイント。何目的ってとこだからさ。そうなんですよ。あとさ、ちょっと気になったのが、1話で翔太郎とアリサが、まあ、事故っちゃうじゃん。そのトラック病院に来てたってっていうさ。はい、来てましたね。止まってましたね。下塚が言ってたんだけど、はい、食事どうなるんだみたいになってさ、他の業者が運送してくるみたいですよみたいな、うん、外注ね、言ってた。それだよね多分ね。そうです、あのトラック。そうですね。ってことは病院とつながってるじゃん。やっぱそうなると、その山道も病院側が用意したのかなって、つながってきちゃうよね。そうですね。まあ、前回ちらって言ったように、そのトラック滝中運転しててみたいなさ、うん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 、そういう風に考えることもできるよね。そうですね。なんかやっぱ病院側がね、常に怪しいムーブなんだよ。いや、俺もね、やっぱ思いました。なんか今回2話で病棟の人とか患者さんじゃなく、真相はもう病院内だなっていうのはもう感じ取りました。その中でいいですか、ちょっと俺この人白 白だなって思った人がいて、ベッキーは白なんだなってちょっと思ったんですよ。今はね、今はもう白になったからね。一時期ちょっと大変だったけど。あのセンテンススプリングじゃないのよ。センテンススプリングあったね。あれが黒とかじゃなくて、ドラマの話ですよ、はいはいはい、ドラマの中でちょっと怪しかった。なんでなんで、ね、まず、まあ、ラストシーンの近くで下塚さんもう殺されてたじゃないですか。あの時の驚き加減、誰かに見られてる中でだったら、うんうん、あのリアクションだったら、あ、嘘ついてたもおかしくないなって感じしますけど、うん、あれ一人の状況じゃないですか、うん、一人の状況でああなってて、うん、ああいうふうに驚くってことは、ああいうふうに殺されるのは知らなかったはずですし、もう一つがアリサが電話したいって言ったじゃないですか。看護師さんが西垣に電話つなぎましたよね。その時に急いで廊下を走りながら電話を私に言ったじゃないですか。でその時ベッキーに、うん、西垣廊下走るなみたいな言われてたけど、あれ結構あの電話自体をベッキーに隠してたんじゃないかなっていう。西垣が、そう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 、バレないようにだけど急いで渡さなきゃいけないから、うん、ああいうムーブになったっていう。だから西垣自体は黒っぽいね。その病院、まあ、板尾さんもしくは院長とつながりがあって、そっちいろいろ動いてるんだ。そう、黒幕の指示で動いてる。ただベッキーはそっちじゃないんだろうなって感じなんですよ。なるほどね。その病院の走ってるのと注意するのと、うん、だってあれベッキーが黒だったらベッキーの方に連絡してもいいわけじゃない、ね、西垣よりベテランだし、その病棟のこと分かってるはずだから、そこを西垣に渡したっていうのはちょっと、西垣が黒側でベッキー白なんじゃないかっていう。確かに確かに、そうかもしれない、うん、でもあそこで走っちゃう西垣がちょっとおっちょこちょいなんだかな、じゃあ。そう、あそこ走ったらバレちゃうじゃん、だってベッキーに、うん、競歩に切り替えてたけどさ。必死でしたね。走って怒られたっていうふうにも見えたけど、うんうん、まあ、電話自体もちょっとこう隠してるふうに、そうね、そう言われてみたらそうかもしれない。それは、うん、なよっ
てベッキーは白側じゃないかな。なるほどね、はい、今回のドラマ内では白とベッキーはそこ強調しなくていいの。これ聞いてる人も混乱するかなと。一応そこは強調しとかないと。いやもうみそぎはすんだろういやミスリードだよ、ミスリードかもよ何のだよベッキー側のミスリードって何だよ。ミスリードかもよこれ。いやいやもう別れてるし、エノンも出てこないし、エノンの下半身だけ出てくるかもよベッキーのところに思い出すかのように下半身だけがエノンのお前それはあの寸胴に入ってんのエノンの下半身じゃない違う、こたこと煮込むじゃないよいやでもベッキーの考察、はい、白っていうのは乗れるね。それはそうなんです。だからその1話であったナースコールのことを聞いた時に、うん、そんなわけないじゃないですか、あのあと真顔でちょっと怪しいシーンあったけど、うんうんうん、白って例えるとまた始まったよこの噂話みたいなっていうリアクションにも見えるんだよ ね。しかも最後さ、薬やたら飲ますあれだからまた睡眠薬みたいなさ感じにもう思わせるようなシーンあったじゃん最後、うん、錠剤やたら飲むみたいな。あれも一見ベッキーが持ってんじゃねえかみたいにさ見えるけど、誰かに言われて患者さんに渡してこの薬はとかって言われたことをただ言ってるだけってことになるね。じゃあそう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 、看護師としての仕事をただ淡々とこなしてるっていう。そう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 、あれ一瞬なんかベッキーが持ってんじゃねえかって思っちゃうもんね。思っちゃう。しかもなんかいろんな色あるしさ、錠剤も、うん、あんな飲むかね。しかしいやだから入院してるかと言え、いやもうちょっとなんか点滴で入れらんない確かにね、自然とやってほしいよね。おだから病院側の誰かがいるんだよ、黒幕で司令塔が。だってさ、アリサの部屋もあんな都合よくチェンジしてんのおかしいじゃん。いやそうですよ。だから簡単になんか空気のね、うん、あれが良くなくてごめんねみたいな、一日部屋チェンジしてもらってってさ、あの滝中と翔太郎が抜け出した日だけっておかしいもんだって。おかしいですし、あのばあさんも奇妙だったんだけど、アリサばあちゃんね、アリサばあちゃんじゃないの、ここから逃げろって言ってたよ。そうそうそう、あれ絶対なんか知ってるじゃん。なんか知ってますね。だって次回の予告でもどんどん人死んでいくみたいなこと言ってたで。ああそうだね、アリサばあさん、うん、ストーリーテラーですね完全に。タモさんだよ、だからタモさんですね、役割的には。女タモさんねいや別に女タモ女つけなくていいんだよ別にそこはうんそうなんだよ、うん、何かを知ってんだろうね。だからあとは今回滝中さんとか下塚、まあ、殺された人、あとは入院患者の人がさ、うん、あの取り調べでさ録画してるの何回もこう、うんうん、みんな結構こう喋ってたじゃないですか自分のことを、うん、で今回あの病棟にいる人たちってもうそもそももうそういうつもりで入院させられてんじゃないかなと思って。はいはいはい、はい、下塚も首なくなって殺されてたけど、うん、たまたまじゃなくて、うんうん、その焼肉屋をやってて客が暴れて鑑定骨折と肋骨言ってたじゃない、うんはいはい、暴れた客も仕込まれてた客なんじゃないかなって入院させるために。おなるほどね。そうで他の人に関しては肝硬変になっててセールスマンやってたっていうけど、かみ、うん、さんと別れて一人暮らしが長いって言ってたから心配する人もいない、うん、もう一人は無職、まあ、いわゆる何でもやる懲役も詐欺まがいのことし懲役もかぶってたって言ってたんで、それもまあ一人一人っちゃ一人、誰も心配する人がいないっちゃいないじゃないですか、身寄りがないというかさ。だから殺されてもいいって思っ病院側が思ってる人を連れてきてんじゃないかなっていう。おーなるほどね。そうそうそう、下塚はもしかして滝中砂漠要員で連れてこられてる可能性あるってこと、うん、そうそう、焼肉屋みたいなさ裁けますねみたいなあったじゃん。うんうんうん、まあ、そもそも焼肉屋だからって人裁けるっておかしいもんね。そうなのよ、焼肉屋牛さばいてないからそうなのよ、ね、ブロックで購入してるからそうだよ、さばかれたやつを、うん、農業高校のやつとかだったらわかるけどさでも大体農業高校のやつはさばかないで搾乳するでしょ乳搾りの方だから血抜きとかするでしょ、だって分からんけど分かんないけどね。銀のサジだっけ、漫画見た時そうだったよ。あそうなんだ。ああ農業高校は言ってないから感情移入しちゃダメなのよ、飼ってる牛とか豚、はいはい、名前とかつけたらダメなのよ、さばく時に情が生まれちゃうからみたいな。なるほど、ね、でも主人公は名前つけちゃって情は行っちゃうのよ、うん、そういう葛藤を描く
銀のサージ、うん、ぜひ皆さん書店でお買い求めください。いや何の話してんだよおい。全然違う話題になっちゃったよ作品が。でも今情がないって、情がないにつながりましたよ、うん、今最高のヒントになりましたよ。小さい IT 会社立ち上げたばっかり、あのメガネの入院患者、キメラリオね、キメラリオ、キメラリオ君、うん、あの人は同じ病棟の人に対して、まあ、全く興味ないですね、うんうんうん、っていう回答だったんで、言ってた言ってた言ってた、情がないですよ、やろうと思えばできます。情がない、情がないやつだね。いやお前急に親父ギャグ、全く情がないな。いやしょうがないなにかけてるんでしょ。そうですよ、ひどいね、急に老けたね。ってことは次松井は危ないんじゃないっていう可能性もありますよ。だってわけわかんねえ理由で入院してるし。そうなんですよ、腫瘍マーカーの数値が高い、経過観察だろそんなもん。検査入院中ですからね、だからずっとしばらく、また1週間後来てくださいとか、そんなもんじゃないの普通。だからまあ殺され要因ですよね、病院側、殺され要因、殺し要因、病院側にとっての殺し要因です。だから連れてこられたんですよ、うんうんうん、都合のいい、病院側にとって都合のいい入院患者が揃えられてるっていう。そうなってくるとやっぱ病院怪しくなってきて、委員長、うん、病院長、病理の鉄人いるじゃん、はいはい、加賀さんね、部屋でさ事情聴取された時のさ、うん、何演技下手くそ同様みたいあったじゃん、うん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 、小梅太夫みたいな、窒息症っていう直前の小梅太夫みたいな動きあったじゃん。みたいな、あれその前に俺はちょっと注目してて、その前ってことはちゃんちゃかちゃんのとこですか。違う違う違う。その前っつったら病院の委員長になだけどじゃないのよ。いやその前のとこっていうから、チックショーの前のとこ、違う違う、エンタの神様見てないから俺テレ東で。福沢アナ出てないから、白石美穂だっけ、美穂だっけ出てきてないから。そうです、いや思わずちょっとそっちに行っちゃいましたけど、えなんかありました、気になる点。部屋のシーンになったって時に、うん、委員長の家族写真みたいなのがブワーって並べてあったんよ。はい、ありましたね、写真立てでね、委員長のお孫さんとか息子との写真がすげえ飾ってあったのよ。それなんか関係あるんじゃないかなっていう。だから前回言った例えば移植とか人体実験してるとしたら、はい、病院長の孫とか息子が何かそういうことが必要な病気でとか、うんうんうん、そのためにっていうさ、病院長の思惑で動いてる、体の一部を取ったりっていうことか、そういうこともあるなって思ったな、うん、その写真思い出みたいのがブワーってやたら置いてあったのよ、多かったわ。大事にしてる孫とか息子とかさ、はいはいはい、結局病院側が何かしらの目的で動いてるのかなっていうとこなんだよね、うん、で前回の第1話終わって動画上げたじゃないですか、はい、その時にコメントでいただいた考察があって、おお、それがなんか答えなんじゃないかなって思うぐらいの説得力があった、おコメントがあったんでちょっと紹介していいですか。はい、中村モンドさんからいただいた考察なんですけど、ちょっと読みますね。浅田さん演じる西垣さゆりはウェルナー症候群20歳頃から急激に老いる病気で、榎木田院長の孫娘で、その治療や薬を開発するための人体実験が行われていると推測します。相関図と年齢設定はありませんが、有沙役の福本莉子さんが21歳なので、西垣さゆりと三森有沙の双子の姉妹説も考えています。移植の場合適合するからです。患者では後藤田の小学生ドリルが気になっています。逆のハイランダー症候群老いない病気、うん、で他の患者もこの老いに関する何かしらの条件を持って強制的に入院させられたと考えます。ウェルナー症候群は発症前の見た目と全然違うので、ドラマの後半に西垣の数ヶ月前の姿の写真が出てきて、有沙とうり二つだったみたいな展開がありそうっていうコメントをいただいてます。めちゃくちゃ説得力があるじゃないですか。つかウェルナー症候群って俺初めて聞きましたけど、俺も初めて、よく知ってんなっていう。中村さん医療従事者じゃん。20歳頃から急激に老いる病気って聞くと西垣のあの設定、はい、めちゃくちゃしっくりくるじゃん。いや来るね、実際にそういう病気があるだったら。本当はだから21歳なんだけど、その病気になっちゃって外見だけが老いていってて、しかも榎木田院長の関係者で
っていう、うん、いやありえますねそれね。それの治療や薬を開発するために人体実験を行ってて集められてるっていう、あの病室の人たちは、はあ、ちょっとしっくりきてますよ。ちょっと一旦この中村さんのコメントを削除して、我々の考察として今回動画を上げる。やめろよそれ。ダメだよ。バレるだろお前、そんなことしたら。中村さんもブロックするんで大丈夫です。ひどいな。僕言いましたよねとかコメントしてくるかもしれないですけど大丈夫です。安心してください。やなやつだねお前。コメント泥棒、考察泥棒ですよそれ。いやでもほら、そうやって視聴者さんからいただいた考察に乗っかるのはありだから、みんなでここのチャンネルのみんなで考えていくっていうさ、ああまあね、考察なわけだから、まあ、中村モンドさんはねこの赤いナースコール以外のその前のね、あの作品から一緒にこうやって動画を見てくださってますから、うん、いやちょっとわからん、知らないです。いやいっぱいコメントくれてるだろう中村さんちょっとわかんないっすね、誰だか。ちょっとわかん、お前知らないふりすんじゃないよだって西垣浅田さんの、浅田美代子さんのおかしいもんだって設定でも、これを聞くとすごいしっくりくる、うん、そうだね。今回の久山雅治ファンだっていうのはあったじゃん冒頭で、はい、あれも実は久山さん若い人にもめっちゃ人気あるけど、うん、イメージするとちょっと上の世代、久山さんが年齢重ねるごとにファンも同じく年取っていくわけじゃん。だから上の世代の人に一番支持あるって思わせたい、思わせようとしてんじゃないかな。要はミスリード的なね。そう、そこでも本当は21歳でもそれでも福山は好きって人もいるわけだから。いやいるいるいる、幅広いから。そこをうまくこう視聴者の目を、西垣は本当は60歳なんだよみたいに思わせようとしてんじゃないかなっていうね。いやーでもその中村さんの考察聞いて俺のそのベッキーシロっていうのもしっくりきてるわ、うん、なんかねベッキーいいやつっぽいんだよね、なんか雰囲気的には。うんうん、この今回ほら死生観についてもさ、必ずほら死をやってくるみたいなことを患者さんと喋ってて、結構ドライで、確かにいつか死ぬみたいな、遅いか早いか、その立場でそんなこと言うって俺は思ったんだけど、中村さんのその西垣の話を聞くと、まあそういう病気抱えてる人でも、まあ見た目がねそういうふうに病気で変わってしまっても、わけ隔てなく人と接する人なんじゃないかなと思って、うんうんうん、西垣は西垣のその病気のこと知ってんのかもね。もともとその病気になる前から後輩だったみたいなとこあるか。そうかもしれない。だから病気になっちゃったけど別に変わらず接してるっていういいやつっていうさ、うん、すごいとこに気づいたなと思って、中村さん1話見ただけで。ありがたいですね。だから早めにこの、まあ、2話この動画が上がって、早めに中村さん次の考察ください。でさらに他のところではそれ書かないでください、うん、内緒で、内緒でお願いします中村さん。なんならあのダイレクトメッセージとかでもいいんで、考察お前細いね。ツイッターとかあるんで我々のひどいねこうやってだからズバズバ考察当てて、うん、のし上がっていかないって、やっぱ考察界隈も上には上の人たちすごいいるからいっぱいいますからね。それしかないんだよ俺のチャンネル登録者数増やすには。ずっと小物だもん。だってみんなすごいんだから、考察勝てないんだからさいやでもこれは共感できたわ、うん、さんの。いやでもでもあの他にも、いやあの、うん、俺はこう思ったとか私はこう思いますとかっていう、もう全然、いやもちろんもちろん、はい、それを全部ミックスしてのこのチャンネルでの考察になるわけだからね。そうですね、はい、そういう風にやってみんなでワイワイガヤガヤ話していくのが実に面白いおやめろお前急に福山の前でやめろいやでもこういうとこがさうちのチャンネルのいいとこじゃ、笑い多めっていう笑いで逃げてるっていうとこ、逆にいいところじゃ自分で褒めんだよ。誰も言ってくれねえから言うよ自分で。そうだね我々の個性としてはこう、うん、笑いが5分に1回やってくるっていうねもうちょっと間隔長いかな、7、8分に1回ぐらいは多分あると思うんで、まあ、そうねそうねその辺でね、なんとか
許してもらえないですかね。まあ懲りずにね、3話も上げてきますからね。どうしよう、めちゃくちゃチャンネル登録者数減ったら。ああ、ひどいわそれ。まあじゃあこんな感じですかね、2話の考察としては。そうですね、はい。ちょっと引き続き我々は病院側を操りでいきましょう。じゃあ皆さんの感想考察もコメント欄で募集してますんで、よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。